インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。ということで、早川さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回何の話しようかなと思って、あ、そうだ、先月私富山に行ってきたんですよ。おー、はいはいはい。富山の高岡っていうところに行ったんですけど、早川さん、はい、富山行かれたことあります？富山、僕金沢にね、ちょっとヘルスチェックでですね、毎年行ったりとかなんで、はいはいはい、まあ、富山を車で行くときは通ることはありますけど、うん、直接はないですね。なんかすごくいいところだったんです、富山が。すごい山とか、なんか自然が壮大なイメージありますけど、どんな感じだったんですか？なんか高岡は、どちらかというと海、まあ、海も近くにはあるってあるんですけど。日本海ですね。そうですね。ただ、それだと、氷見市とか多分、そっちの方が、寒ぶりだったり、うん、こう、お魚だったり、白エビとかかなが美味しいイメージがあるんですけど、うん、私が何を今回推したかったかって、泊まったところがすごい素敵なところだったんですよ。あ、そうなんだ。なんか何人かで行ったんですけど、なんか本町の家っていう名前のところで、一棟貸ししてくださるんですよね。蔵みたいなのもついてて、はい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 、で、五右衛門風呂もあって、なんかとにかく、私結構昔ながらの家とか結構好きなんですけど、うんうんうん、なんか早川さんもお仕事とかね、それこそインタビューで国内行ったりするだろうから、なんかおすすめスポットとか、はいはい、泊まってよかったホテルとかなんかあるかなと思って聞きたかったんですけど。いい質問ですが、ありすぎてもう出てこないな。なんだろうな、今名前出てこないんですけど、やっぱりホテルってね、楽しいじゃないですか、うん、だから、まあ、日本でも海外でも、うん、必ず、やっぱりなんか二つ考え方があって、うん、いわゆる三つか、そういう意味では三つか、いわゆるもうど真ん中の王道のね、クラシックなというか、まあ高いけどいいって言われてるところは、はいはいはい、まあ必ず行くように、してます。ただしそればっかり止まってると破産するので、っていうのもあるし、うん、なんかやっぱ幅をいろいろ自分でもつけたいと思ってるので、まあめちゃめちゃ安いね。普通に寝るだけみたいな、一つの都市もあるんでも使いますし、はいはいはい、あとはもう一個は、やっぱり、なんかちょっとこう特徴のある、うんうんうん、まあ、さっきのね、一棟貸しみたいなのだったりとか、そういったものをまあいくつかなんか使い分けたりとかっていうのはありますけど、でもまあ、必ず逆に言うと、でも王道と呼ばれてるようなところは行くようにしてますね。なんかいろいろこう結構ほら、なんか天の尺で ひねくれてるように見えるかもしれないけど、うん、やっぱりその王道あってこそだと思うので、うん、これは別にホテルだけじゃないと思うんですけど、基本的にどんなものでもなんか王道と言われてるものはきちんと押さえた上で、いろいろ派生していきたいなみたいな、ちょっと質問のお答えになってないかもしれません。いやいやいや、あ、早川さんがそこは王道を攻めるんだっていうところが分かっただけで、私はかなり嬉しかったです。あ、本当、なんかやっぱりそれをそう知っとかないと、なんかいろいろ他のものも出てこないみたいなさ。うん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 。これはありますけどね。ただなんか今ね、そう、せっかく、これ皆さんもね、僕にはサイト見せてますけど、高岡の本町の家って、いいですね、うん。そう、だから結構今ね、やっぱりほら、もう何年か前でも結構まだ10年ぐらい前から、まあ海外で言えば日本でもあれだけど、ほら、Airbnb とかさ。はい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 。まあそういうので、こう、だけじゃなくても、こう、一棟貸しとかね。シェアするとかで、うん、結構いいところ泊まれるようになってきたから。しかもお値段もリーズナブルめで。そう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 。うん、だから複数でね、結構行くとか家族で行くっていう人にとっては、かなりいいのかなと。あと、あ、今一個思い出したけど、去年の夏たまたま、あ、これ番組でも言ったか、言ってないか、俺ら、これ始めたの夏じゃないもんな。うん、秋です。言ってないと思うと、ほら、なんかコロナでやっぱワーケーションみたいにさ、はい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 。あって、それの一環だと思うんだけど、夏にちょっとまとまった原稿を書かなきゃいけなくなって、まあ作家ではないんだけど、うん、ホテルに缶詰みたいなさ。かっこいい。いや、そういうので、東京でもね、結構、例えば帝国ホテルが30泊で30万みたいなさ。ありましたね。あれも破格らしいけど、まあ、僕にはね、それは大金ですね。そんなのは泊まるわけじゃなくてですね。うん、やっぱり、千葉かな。なんか5泊ぐらいちょっとすれば多分原稿書けそうなものがあったんで、うん、探した時にね、千葉で柏市ってあるじゃないですか。はい。うん。で、柏の葉って知ってます？あ、
聞いたことあります。あ、素晴らしい。そうそう。そこがすごく、こう、町と企業が一体となってね、大学、東大かなんかのキャンパスもあったと思うけど、もうめちゃめちゃ整備されてるんだよ。その、スマートシティみたいな感じで。でも、川とかもあったりとかで、そこに、こう、Tサイトとかもあったりして、もう、とにかくめちゃめちゃオシャレで、ベッドタウンでもあるんだけど、うん、で、そこに、三井ガーデンが、三井不動産が、ま、結局その町多分作りを都市と一緒にやってるんだろうけど、三井ガーデンが柏の葉っていうのを作ってて、多分都内だったらなんかクオリティ的には多分結構高いと思うんだけど、うん、それが夏の、ま、もちろん平日ではあったんだけど、素泊まりで一泊5000円でさ、うん、だから、安い。だから5泊して2万5000円で、まあ、なんか俺もともと食事1日1食とかだからさ、なんか、そうなんですか？そうそう、なしで、またなんかランニングと原稿書くみたいな、昔アイスランドでやったのをちょっと柏の葉で再現して、こう、川沿い走りながら、こう、そう、なんか一日を終えるみたいな感じで、あとはずっと原稿書いてるんで、すごくね、なんかそれで結局食事代とかも入れて、まあ車で行ったんだけど、車だったら、こう、うちからでも1時間半もかかってないんじゃないかな。だからすごい、トータルで5日間がっつりやって、まあ、夕方からランニングして、まあ好きなことしてみたいな感じで。めっちゃいい。そう、多分トータルで4万もかかってない、4万ぐらいか。だから、いいよね。で、やっぱ都心だけど都心からちょっと外れてるからみたいな感じで、そうそう、なんかそういう大自然のとことかもいいんだけど、結構遠かったりさ、うんうん、いろいろやっぱなんだかんだ食事が面倒さかったりとかあるから、うん、ありますあります。そう、なんかマナさんのそのゲストハウスもいいんですけど、ちょっとまあ対局でもないけど、まあそのホテル自体がまあいわゆる三井ガーデンなんでそこそこいい上に、なんか柏の葉なんでかなり綺麗でリッチな感じでしたね。ちょっとこれ私も。毎日こう平坦な日常を送ってるのでホテルステイなんかで平坦じゃないでしょ。転換いいんじゃないでも。分転換で仕事したいなと思いました。ちょっと見てる方おすすめのホテルとかありましたら皆さんのおすすめを聞いてみたいので ぜひぜひ教えてください。ということで今回も本編に入ってまいりたいと思います。今回はどなたにインタビューされたんでしょう。はい、今回は、小説家の原田ひかさんです。これはどういったきっかけというかご縁。これはですね、シンプルに書店でですね、はい、今ね、大ベストセラー、ロングセラーになっている3000の使い方というですね、小説をもうこれ見た瞬間タイトルで、まあ本人にも言いましたけど、やられたなということで、やっぱりね、お金の使い方ってもうそのまま人の価値観が出ると思いますので、はいはいはい、で、僕自体が、なんでしょう、これ小説ではあるし、節約家族小説っていうふうにご本人もおっしゃってましたけど、うん、ある意味結構女性が読む方多いとおっしゃってましたけど、なんて言うんだろうな、男性で物雑誌とか好きな人にもね、実は刺さるのかな、うん、つまりその3000で何買えんのみたいなタイトルで聞かれるから、だからこのタイトルの時点で面白そうだなっていうことと、うん、やっぱりね、もう本当に今の時代にぴったりですよね。バブル期だったら3枚の使い方とか30枚の使い方だったかもしれない、100枚の使い方だったかもしれないけど、うん、このコロナ禍でね、やっぱりどんどんいろいろね、全体で見たら経済状況厳しくなっていく中で、そのね、3000の使い方っていうのはやっぱり絶妙だと思ってですね、やっぱりちょっとね、頭使えば割と贅沢なことまだまだできそうかなっていうふうに思ったりしますので、さっきオープニングでもね、例えば、三井ガーデン柏の葉5000円って言いましたけど、うん、まあ3000は厳しいと思うけど、でも3000でもなんかそういう一泊どっかで過ごすなんていうのもできそうだし、うん、だから、あ、この本面白いと思って、ある意味もうジャケ買いさせてもらって、で、もちろん中身はね、抜群に面白いですから、あ、もうこの方インタビューしたいなと思って、まあ、シンプルにインタビューさせてもらった次第です。なんか本、普段私もいろいろ本読むんですけど、こういうなんか実用小説っていうんですか ね、こういう本読むのが新鮮で、なんか本を通してもですけど、インタビューでもなんかフラットにこうお金と向き合えるなっていうことを感じたので、なんか皆様もそんなインタビューをお楽しみいただければなと思っています。うん、では、原田ひかさんのインタビュー第1回をお聞きください。石田さん、あれなんですよね、私、昔、最初に、賞取った時に、はい。パーティーで話、お話ちょっとしただけしたんです。あ、次に、はい。が、こういう名刺くださって当時。ああ、嬉しいですね。それ貴重、貴重ですよね、それ。いまだにそれ取って、もう12、3年、もっと前かな、12、3年前なんですけど、はいはい。それ、すごい嬉しくて。あ、本当ですか。あ、そう言っていただけると。あ、そうなんですか。こういうシンプルな名刺をやっぱり作家さん作られるんだなと思って、はいはい、すごいなんか感動したことを覚えて、
多分その時のなんていうんですかね、パーティーでもうすごく大きなパーティーなんですよ、のパーティーなんで、はい、多分まあそういうなんていうか現役の作家さんで、はい、私純文学で賞を取ったことそうですよね。純文学の方にの、はい、ブースにいたので、もう本当に、はい。石田さんみたいなすごい作家さんで、いただいたの石田さんだけだったんで、もう今でもすごいよく覚えてます。ああ、もうそれ喜ぶと思います。もうそれ5回ぐらい本人にちょっと見せときます。すいません、本当に改めてよろしくお願いします。さあ、今日はですね、小説家の、原田ひかさんをお迎えしていろいろお話を伺いたいと思います。原田さんよろしくお願いします。お願いします。さあ、早速なんですが、今日ね、やっぱりこのベストセラー、3000の使い方について、これを中心にいろいろとお話を伺いたいんですが、ここに僕がですね、持ってる文庫版20万部突破とあるんですが、はい、これ倍ですよね、もう今。今、実は、先ほど実はちょうどご連絡いただいて、はい、50万部。すごっ！おめでとうございます。本当ちょうどさっき本当にちょっと前に出て、すごいですね。11万ちょっとぐらいですか。はい。ちなみに私の手元にある文庫版がですね、ちょうど2021年12月25日で8刷りなんですよ。はいはい。なのでまあ単純に考えてもこの時よりもうだからもう10何刷りとか20刷りとかそういう。いや今ね11ぐらいです。塗りはそんなにあれで、はい、はいはい。その1回でするのがそう結構すってってことですね。そうですね。そう。51万部。これ後でまあ伺いたいと思うんですけど、ここまでの、はい、売り上げというか部数って想像してました？あ、全然、もうもちろん全然あれでしたし、はい、大体書いたのがもう3年ぐらい。そうなんですよね、はい、実は。はい、話で。もう単行本が出たのも2年。ちょっと前、はい、2年以上前なので、正直もう本当、まあ、古いとまでは言えないんですけど、はいはいはい、多少ちょっと時代も違いますし、うん、そういう意味では結構、びっくりしました。はい。うん、なるほど。まあ、その辺も含めて、後でちょっと伺いたいんですけど、はい、これ、最初に僕からですね、僕というか、僕と石田イラからですね、ちょっとお礼があってですね、この本のおかげでですね、実は全然関係ないんですけど、この本編の大人のほかぐらじの企画がですね、はい、一つできたんです。っていうのもですね、いつもイラさんとですね、自腹で書店行って本を買おうみたいな企画をやっていて、はいはいはい、この間初めて行った時に自腹で5000円企画をやったんですよ。で、5000円でもまあそれなりに買えるじゃないですか。はい、で、変えて、まあ、それなりに好評で選書、今度またやろうねって話あったんですけど、今回ね、原田さんにこの3000円の使い方のお話、伺うって話で、この間、イラさんとかと話をしていて。で、やっぱり5000円はもう浮世離れなんじゃないかと。そもそも、まあ、イラさんはね、まあ、原田さんもそうでしたけど、お仕事なんで、月、毎月結構それなり本読まれたりね、買うと。本に関しては本当になんか、あんまり気にしないで買っちゃいますよね。そうですよね。はい、そう。なので、まあ、井田さんもかなり、その辺、なんて言うんでしょう、浮世離れしないようにって、僕らも笑いながら普段気をつけてるんですけど、はい、まあ、そういう意味でですね、5000円もちょっと、離れてんじゃないかということで、今後ですね、3000円で、いろんなですね、ブックオフ企画とかですね、はい、いきなりブックオフじゃんみたいな、印税いいんですかって井田さんに言ったらいいって言ってたんですけど、ブックオフ企画だったり、例えば文庫本企画だったり、はい、なんかそんなことをそう考えてて、はい、まずこのね、3000っていうところで、そういう着想いただいてありがとうございます。そうだったんですね。はい、そうなんです。はい、早速なんですけども、この3000の使い方ということで、はい、簡単にストーリーを、まあ、そのまま本の紹介のところちょっと引用させていただきますけども、就職して理想の一人暮らしを始めた美穂、貯金30万円、結婚前は証券会社勤務だった姉、真帆、貯金600万円、習い事に熱心で向上心の高い母、智子、はい、貯金100万弱、そして1000万を貯めた、祖母琴子、みくりや家、みくりやでいいですね、読み方。はい。はい。の女性たちが、人生の節目とピンチを乗り越えるため、お金を貯めてどう使うのか、知識が深まり、絶対元も取れちゃう節約家族小説という、まあそういう紹介が、ちょっと僕は見たんですけども、はい、これ、冒頭の感想でですね、ちょっとお伝えしたい。これもまた僕の個人的な感想なんですけど、一番刺さったのがですね、いろいろあるんですけど、やっぱり登場人物の美穂だったと思うんですけど、節約セミナーで、教わった8×12 っていう数字。で、そこにちょっとボーナスとすると年間100万みたいな。これ本当に、まあ僕は金融の専門家でも何でもないですけど、100万円って、まあ金額を皆さんどう捉えるかですけど、やっぱり月8万円とか、コツコツ貯めてると本当にここまで変わるんだなっていうのを、私の場合はちょっとマニアックな話ですけど、小規模企業共済、
はい。あ、さすが、さすが。ああ、よかったです。生々しい話よ。7万円ぐらい。そう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 。で、僕はこの8万円って数字なかったんですけど、はい、まあ、マックス7万。まあ、夫婦とかだったらね、倍までいけますけど、はい、当然それも年間84万で、例えば10年やってたら840万って結構バカになんないじゃないですか。はいはい、ただまあね、投資ではないので、その辺また別の話だと思うんですけど、なんかその辺がすごく、まあ、リアリティあったんですけど、はい、この辺の数字っていうのは、なんか原田さんの中で、はい、まあ、まさに自分で大事というか、結構、ポイントで、やっぱ伝えたかったみたいなのがあるんですか？私、これまさに、大学時代に、大学の先生が、多分、全然本当に経済とか関係なくて、教育学だったからの先生だったと思うんですけど、うん、の先生が、ちょっと、私よりちょっと年上ぐらいのお嬢さんがいらっしゃる先生がいて、その先生がおっしゃってたんですけど、まあ、自宅から通うという、まあ、ちょっと全体な、あれなんですが、はい、前提なんですけども、だったら、月々、まあ、ちょっと頑張って、うん、まあ、当時、女の子の、まあ、初任給って、まあ、15万とか、まあ、16万と、まあ、12、3万の時だと思うんですけど、はい、まあ、とにかくそれから8万円なんとか貯金しなさいと。で、それで、ボーナスで2万ずつ足すと、ちょうど100万になって、うん、ボーナスは好きなように使っていいと、その代わり。いいですね。だから、できたら海外旅行とか、ちょっと、うん、まあ、若いうちにできることやりなさいと、その代わり毎月ね、8万円ぐらい貯めてみたら、どうだったら、やっぱ100万円できるからっていう言われたんですね、うんうんうん。で、確かにね、なんか100万円ってまとまった数字になると、ちょっと気持ち変わるんですよね。変わりますよね。はい、100万円持つって、まあ、大学生自体にはもう全く想像できないと思うんですけど、うん、じゃあその100万円どうしようかみたいなことがまた考えたりとか、まあこれがまた300万ぐらいになってったら、またちょっと気持ちが変わってきますし、うん、はい、その本当に学生の時、でもこれ、すごく当たり前な話なんですけど、うんうん、12ヶ月、8万円ずつ12ヶ月やれば96万って誰でも知ってるんだけれども、はい、でも言われないと意外と気がつかないというか、これは入れたいなと思ってました。そうですよね。ちょうどツイッターにも挙げられてましたけど、はい、33歳で手取り22万円の僕が1億円貯められた理由みたいな。井上さん、ですよね。で、はい、確かにまあ、言われてみれば、まあ今までこう、なんとなく学んできたことなんですけど、はい、なんかその原田さんとまあ井上さんの部分でね、まあ通ずる部分もあると思うんですけど、まあ、違いますよね。やっぱ年数経っていくとね、その辺が差を分けるのかなって、ね。はい。いろんな、あれが違ってくると思いますし、うんうんうん、金額も違って、井上さん、私、実際にお会いしてお話しした。ああ、そうなんですか。対談で、はい、はい、お話しがあるんですけど、はいはい、そうですね。やっぱり年代違うと、またちょっと違ってくるとは思うんですけど、うんうん、でもやっぱり100万円やっぱりできると、うん、今度なんか、じゃあ今度は貯金じゃなくてちょっと投資してみようかなとかっていうふうになりますし、うんうん、はい、さっきのさんが言った小規模企業ありますよね、共済。はい、はい。あれも企業共済も、例えば7万ですけど、それフリーランスで入ってらっしゃると思うんですけど、はい、フリーランスのイデコって5万2千じゃない、だいたい満額だと5万2千ですよね、はいはいはい。で、この7万円とこの5万2千を満額ずつやって、やるとどのぐらいかなって私も思ったんですが、そうすると年間で140万ちょっとぐらいで、はい、これを、13年ぐらいやる、まあ集中的にやると、いわゆる2000万ぐらいになるんです。まあそれちょっとこう投資なんかすると2000万ぐらいになって、はいはい、よく2000万問題ってすごく言うじゃないですか。うんうん、で、フリーランスはなかなかその2000万円問題ってすごく難しいし厳しい話だと思うんですけど、うん、まあ12、3年頑張ってやるとそのぐらいになるっていうふうに。うんうん、研究さんもできますし、うんうん、まあ、ちょっとそういうふうに計算し、自分の中で計算してみるっていうのって意外といいかなと思って、ね、うん、ありがとうございます。なんかすいません、冒頭で経済誌のインタビューみたいになっちゃいましたけど。そうですね。いや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 、もうさすがですけども、ここからですね、はい、まあ、投資してない方であれば、ちょっとね、また話が大きくなったかもしれませんが、やはりここで元に戻りたいんですけど、はい、まあ、その上で改めてですけど、やっぱり個人的に最初に一文で引きつけられてですね、やっぱり人は3000の使い方で人生が決まるよと、祖母は言ったって、ここですごく引きつけられたんですけど、この、作品もやっぱり何て言うんでしょう、この一行目から生まれたんでしょうかっていうのも、はい、花田さんもね、いろんなインタビューとか村上春樹さんの結構ね、お好きで影響を受けてるってことで、春樹さんなんかある意味一行から生まれたみたいな結構あるじゃないですか。で、ね、あと確かなんかのこうインタビューでラジオガガガについて、はい、まず、こう、ある日、おばあちゃん、その人を、移住、遺産、はい、と想定して、はい、移住遺産、そう、
話しかけてしまうみたいな、はい、こう、シーンを一行だけ書いたらそこから実現させようみたいな。はい、なんか、原田さんの中でその一行目から始まるみたいのはあるんですか？それか、まあこれはたまたま一行目からこう始まってるだけで、当然この本もね、それなりにちゃんともともと脚本とかシナリオとかプロットのプロだと思いますんで、結果的にこの一行、印象的な一行から始めたけど、別に着想はこの一行からじゃないよみたいな、はい、なんかどんな感じなんですかね。今回の、これに関しては、なんか最初に編集者さんの方から、はい、なんていうか、テーマ小説みたいなお題を出されたんですね。うん、テーマ、だから、なんかテーマを決めて小説書いてみませんかっていうことで、で、私、もう10個くらいその時テーマいろいろ考えたんですよ。例えば、これ、まあ、没になったテーマとしては、例えばなんですけど、はいはい、発酵小説とか、発酵したも食べ物。ああ、なるほど。ありますよね。面白い。はい発行小説が、はい、例えば、あとね、手術小説、手術した人の話、手術で、いいですね、人生変わるってあるじゃないですか。そういった手術小説とか、まあ今いろんなことを考えた中の一つが、この節約小説っていうことで、うんうんうん、まあ節約の数、する家族。まあでも一応、その10個の中では、うん、自分の中ではやっぱ一番これ書いてみたいなっていうのがあったんですけど、うん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 そしたら、まあ、その編集者さんの方も、うん、ちょっと選んでくれて、じゃあそれで行きましょうっていうことだったんで、うん、実は、最初題名は私も節約小説しか考えてなくて。あ、そのまんまですか？はい。節約小説か節約家族でどうでしょうって言ったんですよね。はいはい、そしたら、それじゃちょっとダメって言われて、ダメっていうか、ちょっとあんまりにもあれなんじゃないかっていうことで、はいまあ、最初の連載は節約メリーゴーランドっていう名前で、連載始めまして。っていう感じだったので、はい、3000円の使い、まあ、もちろん1行目は、あ、これはいいなと思って、うん、3000円ぐらいの金額で何を買うか何をするかって、うん、これまた1000円でもまあいいんですけど、うん、1000円だともうちょっとなんて言うんですかね、うん、小さなことになってしまう。3000円の方がいろいろこう、ちょっと幅も出てくるし、うんうん、それでまあ、3000円ぐらいでっていうことで始めたので、実はその、うん今回はちょっと一行目からっていうことは。あ、なるほどね、はい。ちなみにせっかくこの本編に入ってるんですけど、すみません、僕ちょっとすぐ脱線癖があるんですけど、はい、発酵小説、はい、まあその、漬物だったり、納豆だったりとかと思うんですけど、それ、もしできたらどういう感じで、第1話納豆、はい、第2話なんとか、なんかそれで最後ちゃんと繋がった話、どういうイメージなんですか？そうですね。なんて言うんですか。ヨーグルトメーカー買ったんですよ。その当時。おー、はいはい、今も使ってますけど、はいはいはい、でもヨーグルトメーカーってすごい、ヨーグルトを使う、まあ、作るために買ったんですけど、うん、実際にはいろんなもの作れるんですよね。うんうん、お味噌も作れるし、あと、いわゆる低温で調理するっていう機械であるので、はいはい、ヨーグルトだけじゃなくて、はい、鶏ハムみたいなハム作って、あ、すごいですね。そんなことない。60度で例えば、はいはいはい、何時間もやればハム作れますし、はい、なんか意外にすごい、あとね、水キムチって韓国の水キムチとかも作れて、うんうんうん、あ、すごいいろんなもの作れるなと思ったんで、その時に、はい、まあ、それをなんか一台買うことによって生活変わっていくみたいな、うんうん、もうそういう女の子の話でも書こうかなっていう、その手で、です。ああ、面白いですね。まだ書いてないんですけど。それは今後ぜひお願いしたいんですけど。でも、まあ、さっきのね、さらっと、お話しいただいたんですけど、やっぱその1000円でもなく3000円っていうのは、まあ、本当にね、絶妙だったと思うんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、原田さんご自身の中でやっぱり3000円っていうのはあったと思うんですけど、なんかいわゆる、まあ、ここに出てくるね、当然僕も男性で、趣味は男性が女性がっていうのもあれですけど、まあ、普通に楽しませていただいたんで、当然この読者はね、男性女性あんまり関係ないかもしれませんが、ただとはいえね、主人公というか登場人物がやっぱり女性が多いので、その辺のなんか、こう、原田さんが想像する読者だったり、まあ、原田さん自身も含めてやっぱり3000円っていうのはもうちょっと具体的に、なんか、確かに言われれば確かに3000円でちょうどいいなと思うんですけど、はい、何かもう少し具体的な、理由とか、まあ、裏付けじゃなくてもですけど、何かありますか、ありましたか？ 5000 円ってなると、5000円ぐらいだったら多分貯金しちゃうと思うんですよね。5000円になるともう1万円なんで、はいはいはい、やっぱりちょっと使えるお金の、うん、まあ、使えるお金のあれが3000円だろうなっていうのはあったんですよね。うんうん、で、うん、3000円ぐらいだと、この彼女も言ってますけど、そういうちょっとセミナーとか、はい、そういう勉強関係なんですよね。で、もちろん本2冊買ってもいいし、うん、まあ文庫だったら3、4冊、今ちょっと高いですけど、4冊ぐらいとかね。そうですね。ち
とボリュームが出てきますね。あと、うん、ちょっとチケット買ったりとか、うん、結構この本読んだ感想の方とか、あと本は読んでないんだけど、何かその3000使い方っていう、うん、名前をどっかでこう新聞広告なんかで見た人たちが、好きな、アイドルとかのチェキとかだったら2、うん、3枚で終わるみたいなことを、ツイッターとかに書いてくださってて、結構面白いなと思いますね。うん、本はじゃん、なんか読んでくださらないみたいなんですけど、はい、でもなんかそういういろんなことを皆さんあれだな、うん、考えてらっしゃるなって、うん。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。また、いただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは4月の27日の水曜日夜19時からです。たくさんのご質問募集しております。そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか、著名人から市井の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューをし、発信を続けるプロインタビュアー早川洋平が、そのすべてを余すことなくお伝えしている会う力養成講座、早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コース、そしてリーズナブルな価格でスタートできる音声コース、映像と音声のお好みの方法で、受講をお選びいただけます。詳細や申し込みは概要欄に記載してある会う力養成講座のホームページをご覧ください。そしてもう一つお知らせです。早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも4月の22日金曜日19時からズームにて行われます。今回は石平さんの心身という本をテーマに行うので皆様もぜひいらしてください。ということでエンディングのお時間でございます、はい、今回原田さんのね3000円の使い方っていう本をテーマに行っているわけなんですが、はい、なんか今回節約っていうのがインタビューで一種のキーワードだったかなと、うん、そうだね。早川さんなりの節約術みたいなのは何かあるんですか？そうですね、でもなんか原田さんの小説にもありましたし、原田さんとインタビューの中で話したか分かんないですけど、やっぱりねこうただ切り詰めるだけだと苦しい苦痛のだけなので、うん、やっぱりなんか楽しい節約がいいなというふうには思います、うん、ちょっと抽象的になっちゃったんだけど、でもなんて言うんだろう、自分の中で節約というか、まあ、やっぱり、うん、価値観というか、まあ、今でこそ結構はっきりしてるので、なんかこれに使うものこれに使わないと か、 なんか結構はっきりしてるので、そもそもあんまり節約してる意識がないですよね。で使うときはもちろんその、ね、旅行とかあとインタビューのためだったらもうガーンって機材も含めて使っちゃうので、はい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 、ただし興味ないものとか、うん、他のなんとなくみたいなものは一切と言っていいほど使わないので、使わなさそうです。そう、本当に必要なところにお金を使ってるっていうことですよね。 それ以外あとそういったもちろん節約とか考えるときもあるし、うん、となるとやっぱ極論が意外と大事で、これなかったら死ぬかなみたいな。おお、極論、本当に極論。でもそうなるとそういうので考えるとほとんどのものいらなくて、そう、確かに。だから本当に衣食住最低限でいいわけで、うん、でもそういうものをやっぱ知って樽を知るじゃないけど、うん、一回自分の底とかを知っておくと生活レベルって、まあ、この小説の中でもあったかもしれないけど、まあ、僕がそんなね裕福な生活してるわけじゃないですけど、ただ思うのがなんて言うだろう、結局ほらそれよく破綻する人って収入が上がってったらその分支出というかね生活レベルをどんどん上げていくから、はい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 、実は苦しいみたいな、下手したら赤字みたいな、うんうん、聞いたことある、うん、でもこの小説とか原田さんも言うと、例えば年収200万円だとしても、うん、コツコツねこう貯めてって、それ1億貯めたみたいな人海外にもいるし、だからやっぱりなんかその収入と支出のバランスというか当たり前の話なんだけど、うん、そこは間違いないようにとか、あとは節約だけだとね確かにつまんないところもあるので、やっぱりどうやったら稼げるか、まあ、稼ぐっていうと僕はあんまり得意じゃないし、うん、ビジネスは興味ないんだけど、でもなんだろう、新たな面白いものを生み出して、うん、そこでまたね喜んでもらえばお金もついてくるみたいなところもあるし、まあ、あとは細々とね、やっぱり節約ではないですけど、僕やっぱその機材は結構投資するので、新しいものの方がいいもの、ね、例えばカメラも撮れたりするので、そういう時は迷わず売って買い替えてどんどん行くみたいな。そうそう、で本当にいいカメラとかだったらそんな値段下がんないから、はい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 、次の時にその差額だけで買ってくるんじゃん。うんうん、確かに。だからなんかその後いらない機材はどんどん売ったりもするから、そう、節約っていうか、そう、売るのは結構やるね。ちょっと見習います私。売れないもの
とかそういうのを買ってしまうし、あとウーバーイーツにお金使いすぎてるのが今ちょっと。いやいいじゃん。でもなんかそういう当たり前だけど、やっぱ気をつけなきゃいけないのは、節約しすぎてなんか本来の人間としての面白さとかさ、深みとか減ってくと、それは本末転倒だから、まあまあその良し悪しとかそれこそバランスがあると思うんだけど、ただ切り詰めるだけじゃなんかすごいつまんない。特になんか僕らの仕事ってやっぱりいろんな面白いものをいかに体験してるかとかさ、知ってるか、でそれを身銭切んないと、やっぱりただなんかネットから見ましただけじゃさ、やっぱり生命、俺らの生命線はそこをなんかただ引っ張ってくるだけで多分価値がないから、やっぱりいかに経験してるか、だから経験にはお金は一切糸目つけないみたいなのがあるよね。ああ、それ私取り入れます。経験にお金を使う、ちょっと意識しながら進化していく。そこだけ見るととんでもない赤字になってるから恐ろしくなるけど、まあもちろんね、ほどほどにしっかりもしくは他でちゃんと稼いでみたいなところあると思いますけど。めっちゃ勉強になるエンディングでした。僕も偉そうに言ってますけど、全然できてません。破綻してますので、はい。ということで、また次回、皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。